ハッピードベちゃんテレビ。すごい夜中のおっさんです。グレートタミーマン。昨年発売される前からオカルト好きの妻に頼んでほしいと言われて購入しました。妻の体調の関係があるのでまだ全部読んでなく、初めの方にしおりが挟んである。すごい夜中のおっさんはオカルトも霊もお化けも予言も全く信じない人。一番怖いのは生きてる人間と虫だと思っている。でも怖い話は苦手なのよ。すごい夜中のおっさんは読んでいないけど、この本はすごい話題になったんだね。 SNS やワイドショーで偽物が現れたと騒がれてたみたいだね。ざっとだけど作者さんのことをご紹介します。1999年、一人の漫画家がひっそりと引退しました。平成の記書、私が見た未来の作者、辰木亮さん、その人です。本書の表紙には、大災害は2011年3月、とある、出版から12年後、東日本大震災が発生。一部の読者が予言の的中に気づき、幻の予言漫画として注目を集めることになりました。そして2021年、飛鳥新社から完全版として再び世に送り出され、瞬く間に50万部のベストセラーとなりました。本格的に話題になったのは、一昨年にミスター都市伝説こと関明夫さんが東日本大震災を予言したすごい漫画があるとテレビ番組で紹介したのがきっかけらしいです。初版はなんと10万円の価値がついてるみたいですよ。すごいですね。すごい夜中のおっさんは読んでいないのでわからないけど、カバーに大災難は2025年7月にやってくると気になることが書いてある。何もなければいいけど、暇になったら読んでみるよ。まさに信じるか信じないかはあなた次第ですがね。ご視聴くださりありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Please subscribe to my channel。